お前三人を分け前をやろうってんだぜ。それでも言えないってのかい。どうしても言いたくないならこのまま永遠にここにいてもらうんだ。宝石は絶対あんたのものにならない。お金だったらチャンペイハイ殺せば4億円はできるわよ。それはあんたにあげてもいいわ。それでオッケーしたらどうだ。どうせその後で私を殺すわ。冗談じゃない。俺だって人殺しは好きじゃないんだ。宝石さえ手に入ればね。アランを消してやったのは私たちですからね。じゃあ4億円のお金を見せて。おい、ボスに隠し場所を吐かせろ。二人で行ってくれ。今日入ったホステスにしちゃなかなか気が利いてるわね。誰に頼まれてきた。このお客があなたに会いたいって思うんだから、つい。嘘つきやがれ。お前さんにはなヨットの上で会ってるはずだぜ。え、弾きを使わない趣味だ。次はその可愛い胸に飛ぶぜ。この野郎。かあっけ。ほら。こんばんは。マダム・アラン。本名小柳紅子。これからどちらへ。あなたも宝石が欲しいの。マダムと同じようにね。私はどうなるの。パリで一緒に暮らしたいもんだ。それも悪くないわね。ゆっくりお話ししましょう。おっと、全ては宝石を手に入れてからだ。もう手に入れたも同じことよ。いいだろう。将来の夢でも話すか。行きましょう。Thank you.
私が宝石、あなたがお金。それで全て OK な。宝石はどこにあるんだ。明日になれば分かるわ。大体。宝石は？野暮ね。そう言われると余計聞きたくなるんだよ。遠い島。じゃあ明日あのヨットで行こう。美人もああなっちゃおしまいだ。宝石はどこだ。八丈島。八丈島のホテルはもっと素敵だと思うがね。俺の車を純ちゃんと持って帰ってくれ。先生どうするんですか。野暮なこと聞くんじゃないの。えっちゃんは純ちゃんとドライブすればいいのよ。純ちゃん何してんのよ早く。今行くよ。